大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校は、大阪市天王寺区の公立高等学校である。愛称は、英語表記の頭文字を取ってアブフ。東京2020オリンピックパラリンピック、ムーブメント全国展開事業教育推進校。大阪市立の天王寺商業、市岡商業、東商業の3商業高等学校を、統廃合して設置された。 これに伴い、この3校は2012年より募集を停止し、2014年春に廃校となった。大阪ビジネスフロンティア高等学校は、天王寺商業高等学校の敷地に併設されるが、同時に、東商業、市岡商業の2校も天王寺商業の敷地に移転し、2012年度2013年度は1校地に4校が併設されていた。キャリア教育に力を注ぎ、 国際ビジネス社会で活躍できる人材の育成を目標としている。大阪市立大学、関西大学、関西外国語大学、京都産業大学、桃山学院大学や産業界との連携を行っており、高校、大学の7年間を見据えた教育を行っている。大阪市教育委員会は2004年、大学や産業界と連携して、 高度な専門性を持つ商業人の育成や高校、大学の7年間を見据えた商業教育などを行う新しいタイプの私立商業高等学校を既存校の統廃合で設置する構想を発表した。2004年の時点では具体的な統廃合対象校については未定の状態だった。また、教育委員会は私立高等学校の数を減らす方針であった。 大阪市教育委員会は2007年6月、新商業高等学校の開校計画時期を発表した。発表によると、新商業高校は既存の大阪市立天王寺商業高等学校、大阪市立市岡商業高等学校、大阪市立東商業高等学校の3校を統合して、従来の天王寺商業高等学校の場所に、 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校として2012年4月の開校を目指すとしている。2012年までに新商業高校の新校舎を建設する予定となっている。2012年4月より、市岡商業高等学校、東商業高等学校の在校生も新商業高校内の新校舎に移転し、新商業高校、天王寺商業高等学校ともに、 新商業高等学校の校舎を共養することが発表されている。設置された学科は商業に関する学科とは別の扱いとしている。募集においても別の大学科扱いである。ありがとうございます。